レルギー反応。皆さん、七並べたくさんしてくださってありがとうございます。ありがとう。疲れてる顔してる。本当目大変だ。こんばんは。そう、こんばんは。指パッチンはできます。久々にサイリウム入るね。ありがとうございました。マーハが33ね。マーハちゃんと当たったから渡してやってくれるらしいです。今日めっちゃいろんなメンバーと当たって、すごかった。計5人ぐらい当たりました。こんばんは。あの前浜ママ多分ママッチにも当たったし、福ちゃんパパにも当たった。こんばんは。目の膜がぼよぼよになってる。こんばんは。レイカちゃんとかユキリカとかミナミとか、あとマイハちゃんとフクちゃんと、そうそう、とかと当たりました。こんばんは。中に1回も一度対戦するのがサブ目標。トップ目標は2期生とは当たらんかったね。言ったやん、レイカちゃんとかユキリカとか。ジャマパパ様とは当たったことあるけど28だった。お、ありがとう。最近サーモンって食べました。サーモンも食べた。いつの間にかタイトルのアーシャが新しいのに変わってるね。今日のあのアップデートからで、なんかめっちゃ、あ、なんだっけ、タイトルがさ、写真変わっただけですっごい色鮮やかになってびっくりしました。こんばんは。ね、声はそのまま。みんな対戦でさ出てくるやつあるじゃないですか、これ、あれが変わってほしかったって言ってた。こんばんは。あそこ変わってほしいのにあそこ変わってなかった。鏡みたい、目が。でもあんまりわかんないですね、配信だと。やっぱゴールデンベッドタイムにみんな寝てるんかな。そうね。こんばんは。ゴールデンベッドタイムは強いですね。こんばんは。ね、今日はランダム、うん、体
ラコン入れたまま寝てた。カラコン入れてないです。去年の5月30日に当たったのが最後。うーん、そうなのね。当たりましょう。またこんばんは。ひにひにみちさんのこと好きになってます。恋心が溢れそう。溢れて止まらない。まあ、いえ、でも、そう、今月このイベントでいっぱいやるので、ショールームイベントもしたばっかりだったので、なんか本当に、まあでもショールームイベントと七並びはフィールドが違うので、なんかね、参加する人もまあほとんど同じ方が参加してくださってる、同じ方も参加してくださってるとは思うんですけど、そう、生、そう、ステージが違うから、そう、あのね、そのみんなで7位、6位以内、自分もいっぱいやって1位、メンバーの中で1位目指してできたらいいなって思ってたんですけど、そうなんです。本当にあの、なんて言ったらいいんだろう、応援したいって思ってくださる方で、応援できる範囲でしていただきたかったんですけど、いやでもあの6位内に入るっていうのはあの本気なんですよ。そう、まあそしたらね、お金もかかってくるかも、来ることもある時もあるとは思うんですけど、皆さんで楽しみながら一緒にできたらいいなって思うんですけど、そう、七並びやりながら見てます。ありがとう。自分もどうしようって思って、iPad に七並び写そうかな。達也さん、達也さん、お誕生日おめでとう。よいしょ、達也さん、メイカー、おめでとうございます。おめでとう、おめでとうございます。七並びありがとう。元気がない、うん、目が気になるの、めっちゃ腫れてる、腫れてるっていうかアレルギーが出ちゃった。こんばんは。
端末に写すのできるの？うん、できるよ。ほな、目が気になる。いや、私はなんかパスワードみたいなで移行してます。なんかね、本当にね、配信だと見てもわかんないんですけど、あの目の膜ってわかりますか？あそこがね、ブニョブニョになるんよ。アレルギー反応出たら、そう、ブニョブニョしてるんです。ちょっと右横が痒くもないし痛くもないけど違和感って感じ。そう、こうやって見た、なんでだろう。そうそう、出ない時もある。うん、眼科行けたらいいね。でもアレルギーの目薬持ってるし、多分寝たらしたら治ると思う。いや、これは多分毛が入ってそうなった。一回さ、まつげかな、目の中にまつげが入っとって、まあで、うわ、まつげが入っとるって思って、こう取ろうとしてさ、こうつまんで取ろうとしたんですよ。そしたらさ、その目の網膜をさ引っ張っちゃってさ、なんか透明な膜がこうヒュインってなってさ、一瞬でってなりました。めっちゃ怖かった。なんか目の扱いは気をつけようって思ったね。え、めっちゃ怖いよね。それは本当に普通の時、もうブヨブヨもなってないから伸びてもない時ね。え、あれどうなってたんだろう。なんか大変なことになってたらどうなってたんだろう。いや、逆さまつげじゃないんですよ多分。昔一回だけど目から長めの髪が出てきたこと、見てみたい。あれ、長まあ、目悪くならなくてよかったね。そうなんですよ、角膜か。怖いよね本当に。皆さんもお気をつけて。目からそうめんって来たことある。そうやん。どういう時ですか？なのに目はいいんですよね。未知の視力が悪くなったら僕がかっこよく見えるかもしれないから気をつけて。やばいやばい、気をつけなきゃ。そんな、ちょっと粗めの自虐の口説き方みたいな。面白い、素敵ですね。よくそんなこと思いつくね。君の目が悪くなったら僕のことが素敵に見えるよ。
こんばんは。はじめまして、ありがとうございます。ぜひフォローをお願いします。みんなごめんね、今日は遅れちゃって。朝はぴったりぐらいでしたもんね。君の目が悪くなったらメガネ市場に連れてってあげる。私のメガネはパリスミキ。そうそうそう、顔がこけてる。うそ、ね、上からの光じゃけんそう見えるんかもしれん。フォローしました、ありがとうございます。よく歌ったりしてるのでまた見に来て。そうなの。だね、筋肉腹筋が割れてきて、割れてきたというか11時腹筋になってきて。未知の垂れ目メイクのファンでした。なんで過去形なの。リングライト今日はちょっと目の負担をなくす。前のメガネ一番なんかね、あ、でもあの最近買ったやつはジーンズ、あの UV カットのやつは。私のね、輪郭にはね、本当にパリスミキさんがめっちゃ合うんですよ。こんなに違うんだっていうぐらい。こんばんは。最近もタレメイクだっけ。そうだよ、ちょっとなんかどう、なんて言ったらいいんだ、いろんなメガネ屋さんでさ、メガネかけるの好きなんじゃけどさ、パリスミキさんもね、いつもね、あの顔にマッチする。パリスミキじゃないんだ。本当にパリに待ってびっくり。そうなの？パリスミキの可愛くない？パリミキよりちょっとスイルちょっと長くて。3分に一度同じ人に同じ質問してるのに毎回違う答えが返っていきます。さてその質問とは。カップラーメンどんな感じ。あ、今何時。涙出た。いいだけ。メガネ一番ソフスマート。3分に騙された。メガネ屋とは思うか。確かに本通りもめちゃめちゃおしゃれ。なんかね、上にライブスペースみたいなとこあるし。今何時って聞かれたらちょっと待っててと答えます。なんでちょっと待ってってじゃん。そうそう、私の最近買ったメガネはジーンズの1万1000円か2000円か3000円かぐらいのあのフレームのやつです。
てってて同じ絶対ね視力いいんでしょ。うん UV カットこんばんは。でもね視力いい人って多分ねメガネに憧れると思う。皆さん他の世界の視力いい方の話は分からんけど、なんかみんながさ公演終わりとかにさこうコンタクト外してコンタクト入れに入れてなんかあすっきりとか言ってメガネかけるのさかっこいいってなる。だってねなんかすごいなんかなんて言ったらいいんだろう、一仕事終えた感じじゃないけどなんかね変わるのってすごい一つのスイッチにもなるし、なんかいいな憧れるあの大人な感じ、メガネになる瞬間。もう会場から出る前とか移動長いからもうメガネにしとこうみたいな。目見悪くなってきたけどメガネかコンタクトか迷う。でも結局コンタクト買うんじゃないですか、メガネ買った後でも。メガネ憧れてたのに本当にメガネになって泣いてる。そうなの。中学時代メガネに憧れた結果今にいた。あらコンタクト取った瞬間めっちゃ好き。そうそうメガネ似合わないから。私もそんなに似合わない。みちも化粧落とすやん。いやでもねなかなか意外と落とさないんですよね。ショールームできる時間に帰れたりするからさメイク落とさずに帰ることも多々なので、そうそう私は全然コンタクトで、はい、入れれる。もう今ではサラッサラッサラッサラってできます。ちっちゃい時っていうか中学生の中2とかカラコンしてたし、あのセプトさんの舞台とかでもカラコンするからさ、セプトさんの舞台のカラコンがさ真っピンクとかなんですよ。それでもうなんか最初はあのその中学生の時に付き合ったやつはディファインっていう薬局の薬局コンタクト屋さんのなんかめっちゃなんて言ったらいいんだろう、みずみずしいいいやつというかなんか色はついてるけどなんか本当に保証されたやつみたいな感じだったんですけど、セプトさんのあのドギツピンクをつけるってなって、そう最初につけた時にもう怖いものはなくなりましたね。最初はめっちゃ怖かった。ちょっとねやっぱね硬さが違うんですよ。いや別にね着用感が良くないわけじゃないんですけど、その私の元がディファインで慣れてたからディファインめっちゃ柔らかい、もう本当にふにゃんふにゃんなんですけど、あのひなの時というかひなぎくの時の方がが一番すごいやつで硬くて、そうそうそう入ってるって感じ。そうなんです。
かになりませんよ。そうそう、つけすぎない。まあね、かわいいくまちゃん、波乗りくま、波乗りかき氷、あなたの好きなもの、おはよう。目が、目だけはいいのだ。私も目をずっといいんですよね、だから逆に怖い。カラコンって中心は色ついてない。そうそうそう、もうここら辺だけ。でもカラコン最近あんまりしないですね。老眼が早いって聞いたりする。そうなんや、じゃけん気になる、大丈夫かな。あれだけゲーム好きで視力いいの本当羨ましい。そうなんよ、ゲーム好きだし暗闇好きだし、暗いとこで本読んだりしてたし、なんか暗いオレンジのさ、オレンジの光で本読むのってさ、かっこいいじゃん。それに憧れて読んでたりしたから、したこともあったから、本当に目がいいのがすごいと思う。自分でも。老眼になったらどうなるんですか。そうそうそう、そんなにゲームしてないよ。いやでもね、ちっちゃい時から本当に結構してましたので、と携帯ずっと見てるし、近くが見えない。ああ、じゃあライブは大丈夫。近くか。でも昔のやつやりよったよ。あのなんだっけ、なんだっけ、あの昔のやつ、バカバカしないやつ、ボーイ、ボーイ、ゲームボーイ、夜空を見ると視力良くなるって子供の頃教わった。いや、夜空も見よった、私ちっちゃい時。じゃけんかな、やっぱあれなんですかね。困った、ごめん。広島の土地柄のおかげなんですかね。ちょっと早めに終わりますね。そうそう、もう終わる。それでは壇上読もうかな。皆さん、読んでからにしよう。いきます。13位ダダダダムナさん、12位ギルスさん、11位キミさん、10位セリアさん、8位、9位マモルンさん、8位アマズさん、7位オオカミさん、6位ウルフさん、おお、オオカミ続き、5位キョンシーさん、4位ホーポンさん、3位マサさん、2位デブニャンさん、そして1位はドルルルンジちゃん、ダンディ入院中さんでした。入院ファイトです。そして今日のラッキーナンバー22位はトゥルルンちゃん、雷なる猫さん、猫ありがとうございました。皆さん遅れてごめんなさい。そして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 今日から七並べのイベントが始まりましたので、ぜひ並べ皆さん一緒にやりましょう。
私のカードをデッキの中に入れてくださると嬉しいです。それでは今日も一日お疲れでした。ありがとうバーチャルパイソイチュー。明日から土日なのでお疲れ様みんな。それではまたね、バイバーイ。